はい、注目2対戦のコーナーです。週刊ギャップの和田です。はい、おちです。はい、ダービーも終わりまして、はい、2歳馬ですよ、もうね、はい、はい、まあ、東京では、専用戦力と2つ組まれてるんですけど、はい、1年前を思い起こすとあれですね、いい馬が勝ちてたっていう結果的にね、はい、戦力の方で勝ったのはロードクエスト、はい、ということで、2着がブレイブスマッシュか、なんだと思います、はい、その後の活躍を見ても2頭重賞を勝って G1 節制に駒を進めているというところで、初日の専用も勝ったのはペルソナリでね、マイケルさんのね、はい、あのままオープン勝ちして、活躍しましたという意味では、今年もいるのかな、そうですね、っていう感じはあるんですが、はい、もう、はい、重要になってきますよね、もうこの最初っ端から、まあ、そうですね、とりあえず1個勝てば後が楽になるというところもありますので、なかなか難しいところなんですけど、とりあえず、まあ、まあ順番にいくと初日の方で注目が集めそうなのが手塚厩舎のホットセットですか、はい、一周前石川騎手乗って、66秒台を回るということで、状況最低も7点につきましたし、仕上がりはいいかなと、まあ、ただちょっとゲートが遅いようなので、その辺でちょっと手間取ると位置取りがね、取りこぼす可能性もあるかもしれませんけど、動きだけを見れば、新馬勝ちを狙えるレベルにあるかなという感じです。はい、それから日曜日の戦力になりますと、まあ決闘とか、生産牧場とか考えると国枝厩舎なのかなと、はい、いうところですが、どうでしょう。そうですね、国枝厩舎ここ2頭、送り込んでくる予定なんですが、はい、まずサンデーレーシングのアンティノウスという、はい、まあ、お母さんのミクロコスモスですね、はい、重賞でも活躍した馬で、うん、まあ、お父さん黒船なんですけど、はい、非常にバランスのいい馬で、うん、稽古も本当に順調に早めに入球して順調にやってこられてますね、うん、特にこう弱点といった弱点がないようなタイプですね、非常にまとまってる、いい点が高いと、はい、いい馬だと思いますね、はいはい、でもう一頭がマイネルズ・イーガーという、はい、アイル・ハブ・アナザーの新種馬の子供になるんですけど、はい、これはもう牧場時代から本当にね動きの評判が高くて、うん、ビシ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 うん、やってきてからの入球でね、はい、一周前の受け入れなんかも非常にいい動きを見せましたね、うん、まあ、本当に仕上がってこのお父さんの名前を高めるためにも、まあ、やっぱりそうですね、もう一発目から結果出したいといったところだと思いますね、はい、まあ、そのさっき言った、ロードクエストつながりで平成の国、はい、今年は高柳厩舎のロードミュートスはい、というマークますね、はい、まあ、ロードアルティマ3区なんですけど、うん、まあどうですか。そうですね、まあ、高柳厩舎毎年ロードアルティマの、ね、子供がそうなんですよ、得意なんですね、来てそこそこね走るんですよね、いや多分一番勝たせてますよ日本でロードアルティマ3区、はい、まあ、それらの子供と比べて過去 のロードアルティマ3区と比べて非常に気性が穏やかで、うんうん、扱いやすい感じの馬だという話で、なるほど、その分距離もなんとなく持ってきそうな、確かにみんな短い距離みたいな感じがあるということで、うん、すごくねこっちも順調にビシ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 乗ってきてるんですよね、非常に体力のある馬ということで、はい、仕上がりの良さで、はい、初戦から楽しめそうですね、うん、ですね、はい、まあ、東京はそんなところに注目で、まあ、関西からもメイトさんという馬が来るらしいんですよね、専用の方にね、まあ、さっき新種馬場、まあ、やっぱ2歳戦新種馬場ね注目集めると思いますけど、はい、関西の方でも阪神で戦力専用とありまして、まずその新種馬場で注目集めるまでいくと、土曜日の戦力に鈴鹿マイゲストというルーラーシップ3区ですね、これね橋田厩舎になるんですけど、こちらがここでデビューというところで、まあ、6月5日日曜日の専用の方にも、ダブルスプリット西園の厩舎なんですけど、これがアイドハブアナザー先ほども言いましたけどが、浜中騎手で、それから宮本厩舎のシーハリケーンがこれタートルボールですね、謝罪されるものに
いますけれども、まあ、これもなかなか仕上がりの速さ、スピードが評判になっている、ね、いいですね、日本でも評判の良さに聞いてますけど、そういう意味では2歳戦向きのタイプなのかなという気もしておりますので、ルーラーシップの子供も非常に評判が連覇3期でいいですからね。そうですね、やっぱ馬っぷりがよく、ね、出す感じですね、はいはい、まあ、そういう意味ではそのあたりにも注目して2歳戦を楽しんでいただきたいというところで、はい、来週以降も続々と、東大で素質が出るしますので頑張って取材していきたいと思います。はい、はい、ぜひご参加ください。